日本改造計画は日本の政治家小沢一郎の著書1993年刊行2006年に復刻された小沢が自民党に在籍していた1993年5月20日に講談社から出版され実際に書店に並んだのは6月下旬だった内容は小沢の政策やビジョンを綴ったもので小沢が自民党を離党して 新政党を立ち上げ、細川連立内閣が成立するという政治の激動期において、中心人物の小沢の考えを知るための書として、発行部数72万5千部の年間3位のベストセラーになった。かつて、小沢の市の田中角栄が1972年に表してベストセラーになった日本列島改造論の1990年代版とも言われる。 具体的には、新自由主義的な経済改革、大胆な税制改革、貿易自由化の推進、首相官邸機能の強化、軍事も含めた積極的な国際貢献、政権交代のある二大政党制を可能とする政治改革などが提唱されているが、これらはその後の政界再編期、そして21世紀にかけての主要な政治課題を先取りしたものであった。本書発売を契機に、 政治家本出版ブームが起こり、浜田孝一、日本をダメにした9人の政治家、橋本龍太郎、ビジョン・オブ・ジャパン、竹村正義、小さくともキラリと光る国、日本、渡辺道を、柿沢浩二、伊吹文明、新星革命などが相次いで発刊された。政界再編の流れの中で国民の政治への関心が高まる中、いずれもベストセラーとなった。小沢は当初、 夜明けというタイトルを考えており、改造というタイトルは出版社の要請で入れたという。ベストセラーになったこともあり、講談社からは英語版を出版する話もあったが、当時講談社の週刊現代が、親、小沢の小学館の週刊ポストに対抗して、松田県渡るらを起用して、小沢批判を繰り広げていたため、この話は一旦消滅したという。 講談社に対しては小沢から上層部に対し週刊現代はなんとかならないかといった圧力がかけられていたという。英語版は1994年に講談社インターナショナルから出版されている。さらに翌1995年にはペーパーバック版が出版された。1998年に絶版となったが2006年に小沢が民主党代表となり、 また、自民党の安倍晋三の美しい国へがベストセラーになって政治家本が再びブームになっていたのを機に復刻された。復刻にあたり、講談社学芸図書出版部部長の小沢一郎が担当編集者となった。さらに、日本改造計画の続編が執筆されるとの報道もなされた。本書は小沢の理念をもとに、 詳細については、小沢の主催する勉強会に参加していた官民の有識者が肉付けしたものとされてきたが、執筆過程の詳細は分かっていなかった。しかし2014年になって、政治学者の三栗屋隆が明らかにしたところによると、本書の執筆者は、学者が中心で、具体的には、国内政治は、三栗屋と、飯尾淳、経済は、伊藤本重と、竹中平蔵。 外交、安全保障は北岡真一であったという。また、税制改革については小沢が官房副長官時代に秘書官を務めるなど側近として知られた香川俊介らが関わったとされる。なお、ミクリアに対しては本書の続編の企画が浮上した時にも講談者から協力要請があったが、辞退したという。ありがとうございます。